本日もお仕事お疲れ様です。お父さんの秘密基地です。本日は欲しい未来をデザインする7冊の手帳の使い方、手帳のアイデアということで、私が普段の生活で使っている7冊の手帳の使い方についてご紹介していきたいと思います。まずはじめはこちらのロロマクラシック A5 サイズということで、以前の動画でもこちら紹介していますので、ぜひご視聴いただければと思います。で、これは例えば英語の勉強するときに英語の辞典とか辞書を使うように、自分にとってその考え方とか生き方の辞典みたいなもんです。マンスリーウィークリーから1年先3年5年と自分の将来像についてビジョンを少しこう見えるようにしているような、そんな手帳です。めちゃめちゃ重たいんですけれども、これなしでは生きていけない、そんな一冊、さらっとここは言っときましょう。そして今回そこからですね、2冊目からの紹介で、普段私このバックインバッグを使っているんですね。商品名ちょっとまた書いておきます。で、この中に私他の6冊入れてます。まず1冊目がライフノートの英語サイズ、中身は方眼のタイプですね。そしてまあ、私はこれ手帳と呼ぶんですけれども、 Kindle ペーパーホワイト。そして、ここの蓋を開けると中には測量野鳥の赤色ですね、これ非常に好きなんですけども赤色を使ってます。そしてこの背面にはですね、また再び測量野鳥の今度は緑色を持ち運んでいます。使い方またこの後説明していきますね。で、バックインバッグのファスナーをガバッと開けると、中に入っているのがこちら、Amazon で販売しているリーガルパッド、これめちゃくちゃいいですよ。リーガルパッドですね、を1冊、常備しております。そして私の動画で多分一番再生回数が多かったんですね、ありがとうございます。キングジムさんのマグフラップ、最強のバインダーと私が呼んでるんですけれども、こちらを一式入れております。マグフラップ、リーガルパッド、測量野鳥2冊に Kindle のペーパーホワイト、ライフノート、そして見切れてますがロロマクラシックの英語サイズですね、これを普段持ち歩いています。では一体こんだけ持ち歩いて何のために何に使っているのかという使い方ですね、ぜひ参考にしていただければと思いますので、今から、それぞれの使用方法を伝えていきたいと思います。まずは測量野鳥の緑色ですね。これ一体何を書いているのかというと、1日の終わりに1日を振り返って思いついた言葉を書く、今日の言葉っていうところで、寝る前にその日ですよね、自分がこう最後にこう1日の終わりにこう考えていることを書くようにします。なので日記ではないんですね。その瞬間の言葉なので、思いついたアイデアもあれば、例えば部下に対しての言葉もあったり、あとは自分に対しての言葉があったり、そして最後に自分自身で今日も一日お疲れ様でしたという、言葉を書いて寝るという実は習慣をしておりまして、この習慣するようになってからですね、朝起きた時結構頭がすっきりするようになりました。結構こう役職上がると孤独なことが多かったり言えないことが多いので、それをこう緑のこの測量野鳥に書き留めています。そしてじゃあ赤なんなのなんですけれども、赤の測量野鳥は、開くとこに Be Creative と書いてるんですね。これはシンプルに、ネタ帳というかアイデア帳です。自分で今こうやりたいこととかの企画とか、あとはアイデアを、思いついた時に書いたりとか、電車の中とかこう街の中歩いてる時にパッとこう思いついた時に書くようにしてるのがこの赤色で、ライフノートと実はこの赤の測量野鳥は基本同じジャンルなんですけれども、赤の測量野鳥で思いついたような企画ネタをライフノートの方にしっかり書き込む。なので例えばカフェとか自宅とかで、今日思いついたことしっかりまとめようってなった時に、このライフノートの方にネタを集約していくというような感じですね。なので取り回しがしやすいのが測量野鳥なので、これさっと取り出せるようなところに置いてる感じです。これね、書きやすいんですよ、硬いんで。なのでライフノートに比べると片手で書けるのはやっぱり測量野鳥の強みだなと思っております。
もうライフノートはね、好きな方非常に良いかなと思うんですけれども、何よりもこのデザイン性いいですよね。よく皆さん使いこなすと味が出るって言うんですけれども、なので私はこのまずは3冊ですね、赤と緑の測量野鳥とライフノートをまずは使っています。測量野鳥は値段も安いのが結構いいかなとは思います。では、続きましてはこちらに行きましょう。 Amazon で販売しています、こちらリーガルパッドと、マグフラップですね。一見ともにこう見た目同じような感じなんですけれども、若干使い方を変えています。はい。で、どういうふうな使い方をしているのかなんですけれども、まずはこの、マグフラップは前回の動画でも解説はしてるんですけれども、主に分かりやすい言葉で言うと0秒思考という言葉ですかね。いわゆる時間を制限して自分の中で今考えているアイデアを強制的に書き出していくというワークショップ用で使っているのがこのマグフラップです。赤の測量野鳥はこう外歩いてる時にこう見かけたら書くとか思いついたら書くなんですけれども、マグフラップの方は自分でこうそのブレストする時間決めとくんですね。でとにかく訓練じゃないですけれども、アイデアをとにかく出して出しまくるという、そういった作業をする時に使っているのがこのマグフラップ、アイデアを書いたら次のページにペラッとめくって、でこの背面ですよね、マグネットでパチンと挟んで、はい、じゃあ次のワークショップ、次のネタとか企画を、例えば1分で書いてみようとか、私はこの0秒ではなくて時間例えば1分とかで区切るんですけれども、どん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 落書きのように、箇条書きでもないですよ、本当にこう落書きのように書いていってます。でここで思いついたことをまた家に帰ったりしてライフノートにしっかり書くみたいな感じなんですね。なのでこの赤の測量野鳥とマグフラップっていうのは基本的に企画のネタの元です。でそれをしっかりと書き込んで考えたり深掘りするのに使っているのがライフノート、そんな感じですね。本当にいろんなバインダー私持ってて、紹介してないのもあるんですけれども、とにかくマグフラップめちゃくちゃ使いやすいんで、ぜひわかりづらい方はですね、私の動画を見ていただければと思います。で、出ました。Amazon の超コスパ最強リーガルパッド。これ大量に売ってるんですけれども、人によって使い方結構異なります。で、私はこれモヤモヤノートって言ってるんですけれども、とにかくモヤモヤした時の気持ち書くだけのメモ用紙です。腹が立ったとか、事業がうまいこといかないとか、なんかこう、家族のことしかり、何か自分の中で腹が立ったりとか気持ちが乗らない時、ここにめちゃくちゃ書くんですね。書き殴るっていうことがよくあるみたいに、自分の思いとか考えをとにかく視覚化して書いて彫るという作業をします。でこれねめちゃくちゃ良くて、自分のこの心の中にあるこのストレスとか不安視覚化するとですね、気持ち楽になると言われてますので、ぜひ皆さん使ってみてはいかがでしょうか。ただモヤモヤしたこのノートメモ帳のこのゴミはね、人に見られないように捨ててください。はい、というわけで、私がですねロドマクラシック以外に持ち運んでいるノートですね、手帳を紹介していきました。そうですね、サイズ感的にも全てこのこじんまりしてるサイズなので、バックパックにも収納できるようになっておりますのでおすすめです。で最後にですね、この Kindle ですね、手帳と今言うかどうか微妙なんですが、これ最強ですよね。サブスクで私入ってるので、とにかく本が読めます。で社会人の方、このチャンネル見られてる方多いと思うんですけども、さっき言っときます、社会人で本読まない人はマジでやばいです。はい、私部下にも言うんですけれども、学校行ってる時って算数のその解き方とか理科の内容とか歴史で学びますよね、勉強の方法として。けど仕事って仕事のやり方っていうものがないんですよ、基本的に。教えてくれる先生ってあんまいないので、なので学校じゃないですけれども自分でこう本とか読んで仕事の考え方とか、有名な経営者の考え方を自発的に勉強していかないと仕事力ってマジで上がらないので、ぜひ今から本読まれる方は今 Kindle のペーパーホワイトとかがこう Amazon のセール中に安くなるので買ってみてはいかがでしょうか。小説から自己啓発からビジネス本まで本当に幅広く、ぜひこう本の世界に触れ合ってもらえればいいかなと思います。
はい、というわけで本日は欲しい未来をデザインするための7冊のノート紹介していきました。自分の考え方とかやりたいこと、モヤモヤを整理していくことによって、きっと皆さん自身もやりたいこと、欲しい未来が見つかるのではないでしょうか。本日もご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録お待ちしております。